はい、みさん、こんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、PDW がアサルトライフルの代わりにはならない3つの理由ということで、まあ、世の中でね、こう、時々言われてる、その小銃、まあ、要はアサルトライフルの調達数を減らして、まあ、P90 か MP7 を導入すべきではっていう主張に対する、まあ、反論というか、まあ、その PDW ってね、まあ、確かにそういうノリだったけど、でも実際はね、こう、いろんな理由があって、まあ、そうはならなかったっすよねっていう話をね、こうしていきたいなというふうに思います。で、まずですね、その PDW、これパーソナルディフェンスウェポンっていうね、まあ、ことなんですが、PDW で、この場合はですね、競技的な PDW、要は、ほぼね、P90 と MP7 だけってことですが、この子たちはですね、なんで登場したのかっていうと、その軍隊っていうものが、こう20世紀の中でね、まあ、21世紀もそうですが、その中で、こう、モダナイズされていった結果、その直接ね、近代化された結果、直接人とね、こう、ドンパチする仕事をしている人たちっていうのが減ってって、そういうね、こう、ザ・歩兵みたいな人っていうのは、こう、軍の中でもね、20% 前後ぐらいしかいないし、これまあ資料によってね、違うというか、まあもちろんその時期とね、組織団体によって違うと思うので、まあいろいろ出てくるわけですが、まあ 20% とか 10% とか、まあそんなもんしかいないし、で、当時は、で、この場合の当時って1980年代なんですが、当時はですね、1980年代で、その米ソ対立ですね、要はアメリカとソ連の対立っていうのが、まあ非常に厳しかった時代なので、当時西側の人たちはね、こう、ソ連の特殊部隊とかが、その指揮所とかね、要は後方にですね、こう、奇襲を仕掛けてくるのではないかというね、そういう懸念があったものの、でも、まあそういうね、戦闘職種じゃない人たち、要は指揮所とかで働いてるような人たちとかは、そんなにこうね、ドンパチする前提でこう、訓練してないし、そんな銃撃つ訓練ばっかしてるわけじゃなくて、まあ他にね、いくらでも専門性の高い仕事があるので、ね、うん、困るよってことで、まあそういうわけだし、あと、その普通にアサルトライフルはね、こう持って、ね、歩くにもね、こうでかくて邪魔だし、で、そうかといって、まあ当時からね、まあもちろんあるにもあった、その MP5 とかそういうサンマシンガンじゃアーマーが抜けないしっていうね、まあソ連の人たちアーマー着てるよっていうことで、じゃあなんかね、こう良さげな銃作ろうぜってなって、こう P90 が出てきて、まあベルギーの FN ハースタルって場所が出すんですが、そこから出てきて、で、それを追いかけるようにヘッケルンド候補者からね、MP7 が出てきたわけですが、だがしかしですね、蓋を開けてみるとね、当初の PDW、まあ、まさにその文字通りの、その個人のね、自衛用の武器としての運用っていうのは、まあ、かなり限定的、まあ、本当にほとんどの国がやってない。まあ、ベルギーとドイツがね、まあ、自国生産だからね、一応ちょろっとやってるかな、ぐらいで、まあ、結局はね、なんか PDW は、その特殊部隊の人たちが、アサルトライフルよりも、コンパクトな武器が欲しいぞってなった時に使うやつみたいな。まあ、あと、身辺警護でね、使うやつ、みたいな感じになって、まあ、シークレットサービスの人とか持ってたりしますからね、P90 ね。まあ、そんな感じになって、今に至るし、で、結局はですね、なんかそういう、軍の、いわゆる後方職種、後方支援とかいうふうに呼ばれる人たちも、まあ、例えばそのアメリカだったらね、まあ、普通に M4 持ってたりとか、まあ、ロシアだったら AK-74 持ってたりとかして、まあ、もともとのね、そのプロジェクト通りの、要はそのね、軍のね、直接戦闘しない人たちの、要はその8割の人たちに PDW 全員ね、要は後方職種全員に持たせるぜ、みたいな。なんかそんな軍隊はですね、結局はね、まあ、どこにも出てこなかったわけですが、じゃあそれはなぜなのかっていうことで、まあ、見ていくんですが、まあ、まず一気にですね、使用する弾薬とか部品が混在するって問題がありますよね。はい。要は、例えば、その戦闘部隊も後方部隊も、まあ、同じ銃とか同じ弾薬を使ってれば、まあ、補給とかね、こう調達が楽だし、まあ、お互いに融通するみたいなね、弾ないからちょうだいってことができるわけですが、でもそんなにね、大量にこう PDW の弾を調達したら、軍の8割とかに調達したらですね、仮にね、その前線部隊の人たちがこうアサルトライフルの弾がないよってなった時に困るわけですし、しかもその PDW とね、アサルトライフルだったらアサルトライフルの方が射程が長いので、まあ有利になっちゃうからね。まあそれも困るわけですし、で、あと、その M4 と M16 みたいに、まあ大体の部品にこう互換性があるならまだしも、その競技の PDW っていうのは、まあ、要は P90 と MP7 ですが、そいつらはですね、アサルトライフルと互換性のあるパーツっていうのはほぼ皆無なので、まあ多分、てかその、ピカティニーレールは互換性があるとか、そういうわけわかんないこと言わなければ、まあ皆無なので、まあそういうね、補給とか調達の部分で難がありますし、要は買ってもさ、ね、貸し借りとかちょっとむずいっていうね、まあ、どうすんのっていうことで、まあ、なんかありますし、あと、その競技のね、PDW とアサルトライフルでは、設計がこうだいぶ違いますよね。はい。要はその操作方法をですね、まあ、AR、要は M4 とかですが、
AR に寄せてる MP7 ですら、まあ、マガジンの抜き方はね、フェッケランド候補者特有のレバーなわけで、まあ、操作方法が違ってもね、まあ、訓練すればいいやんって話になりますが、でも訓練するぜってなったらですね、これお金と時間がかかるわけだし、まあ、それだけね、時間を取って、ね、人件費をかけてね、それ訓練資材を買ってってことでお金がかかるわけだし、あと純粋なね、その打ち方以外にも、その整備方法も違うから、まあ、分解の仕方とか違うから、まあ、それも覚えなきゃいけなくて、まあ、武器家の人とかもね、覚えなきゃいけなくて、で、それでね、まあ、軍隊の人たちがみんなガンマニアなら、まあ、まだしも、まあ、実際はもちろんそうじゃないので、まあ、またここでですね、訓練と、訓練をしなきゃいけないから、訓練で、まあ、お金と時間がかかるっていうね、まあ、そういう問題があるよという、まあ、そういうことになるので、まあ、やっぱりね、そのみんな M4 なら M4 でね、もう統一しておいた方がね、統一しちゃった方が運用が楽ですし、あとですね、そこまでね、こう、グラデーションにする価値がないっていう問題もあるかと思います。はい、要はですね、まあ、ざっくり言うと、まあ、拳銃から、まあ、重機関銃まで、まあ、重機関銃よりでかい兵器なんていくらでもありますが、まあ、とりあえず面倒いんで重機関銃までにしますが、まあ、いろんなサイズ感と、いろんな火力の銃があって、で、基本的にですね、でかい銃ほど火力もあるぜってことになりますが、当たり前だけどね。そういうことになりますが、でも、その階段をですね、細かく分けまくるとね、まあ、コスパが悪くなるってことですね、はい。要は仮にですね、そのハンドガン、アサルトライフル、まあハンドガン、小なりアサルトライフル、小なりマシンガンっていうその武器体系があった時に、まあこれは大体の軍隊の武器体系に近いと思いますが、まああとハンドガンはないってことが多いですよね。大体の歩兵持ってないことが多いですから、まあ最近は持ってたりとかしますけど、昔のね、ザ歩兵って持ってなかったんですよ。まあそれはさておき、まあこういう体系があった時に、その、ハンドガンと、アサルトライフルの間に、A 小なり、まあ、A っていう銃があったとして、A を入れて、A 小なり、B 小なり、C を入れて、で、それでアサルトライフルとマシンガンの間に、まあ、X 小なり、Y 小なり、ね、小なり、Z をこう入れたら、まあ、これって柔軟性は向上するじゃないですか。もうどんなシーンにも対応できるみたいな。ハンドガンよりちょっと火力が欲しいけどね、アサルトライフルほどでかくないとか、なんかそういういろんなシーンにね、まあ、対応できて、柔軟性は向上するでしょうけど、でも、これってさ、まあ似たような性能の銃がたくさん出てきて意味不明じゃないですかっていうね。これがなんかそのアサルトライフルの銃身長ちょっと違うぐらいならまだしも完全にね、独立した別の銃だったらめちゃくちゃわけわかんないよってことになるじゃないですかっていうことで。で、それだったら、まあ B と Y だけ残したらみたいな。要は中間の中間だけ残したらっていう風になるわけですけど、でも、それでね、それやったとしても、それでね、B だって Y だってこれほぼアサルトライフルと変わんなくねっていう風になるんだったら、まあ、結局はね、じゃあ最初のハンドガンと、ハンドガン小なりアサルトライフル小なりマシンガンにしようってことになる。まあ、そういう風に戻るわけで、まあ、現実にね、まあ、目を戻すと、視点を戻すと、まあ、そこのね、まあ、まさに ABC の部分が、その PDW の存在だったわけですが、まあ、やっぱりですね、なんかそんな中途半端なものをね、中途半端な銃を持たせるぐらいだったら、まあ、アサルトライフルでよくね、で、それで他のことに金使った方がよくねっていう風になるので、まあ、結局のところね、まあ、その競技の PDW の競技通りの運用実態っていうのは、まあ、かなり限定的で、軍の主力の武器としては、今でもまだアサルトライフルの一人勝ち状態が続いていると。で、そして今後も続くだろうという、まあ、そんな状況です。はい。ということでね、まあ、何はともあれですね、まあ、PDW はね、まあ、アサルトライフルには代わりにはならなくて、なんか PDW ってもの自体もね、なんか非常に曖昧になって、まあいつかね、その競技の PDW とね、講義の PDW っていうのをね、動画にしたいなと思ってますが、なんかね、うん、まあこんなもんになっちゃったんよな。だからちょっとそれは無理だ。うんっていう。そんなアサルトライフルの代わりにね、PDW 大量に買うっていうのは無理。うん、で、特に日本には無理。なんでかっていうと、輸入にやっちゃうからっていうね。輸入の銃に頼るっていうのはね、戦争になった時に輸入が途絶えたりとかして困るので、無理っていう、まあそんな感じです。はい、ということで、まあ何はともあれね、まあこんな動画でした。この動画ね、ブーンっていう風に思っていただけたら、まあ評価とね、チャンネル登録よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。